はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、いい話、いいですか？いや、さっきの続きって感じでね。話出して、さっきの続きなんですけど、はいはい、あのね、あの好かれてる ヒーロー、ヒロインたちはみんな弱点があるっていう話なんですよ。ほう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 。完璧な人は面白くないんですよ。愛されないんですよ。なんか運動もできます、容姿もいいです、はいはいはい、揃えば揃うだけ人の心離れていくんですよ。ああ私とは違う。そうなんですか。そうだと思う。いや、あの何かあるんだったらそれに応じる、なんか弱点のところとか可愛いところがないと、はい、あの人すごいで終わっちゃうんですよね。自分と親近感が出ないじゃないですか。アニメのキャラクターとか、アニメのキャラクターの話です。そうですね。そうなんです。まさにそうなんです。ドラえもんはネズミが怖い。おお、そこのび太なんか勉強もできないし、弱点ばっかり。そう、弱点だらけなんです。うん、だからこそ生きるんですよ。そんなのび太が立ち向かったとか、そんなのび太だけどこれは得意があるから、はいはいはい、メリハリというか、そうそう、ギャップがいいですよね。そうなんですよ。のび太が何でもできる、そうね、少年であってあったら話が作れないんですよ。ね、いつもまた0点を取った、だからテストで100点出せるやつくれよみたいな話になったりするわけでそこを笑いつつちょっとダメな自分を認められたような気になったりするんです。落語だってそうですよ。変なやつというか、はい、ダメなやつが大体主人公になるんですよ。なるほど。すぐに物を忘れちゃうとか、いつもなんか怒られてばっかりいるとか、はい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 、なんか、まあ、酒ばっかり飲んで失敗ばっかりするとかいろいろこう人間っていうのは基本業があるんですよ。あのなんか欲があったり、かっこよくない、優しくない、美しくない、なんか執念深いとか、いろいろその、はいはいはい、それをみんな実は抱えてるのをないことにしようとするのが無理があるんで、あ確かに、それでいいじゃんって、思うんですね。それがあるからこその魅力であったり、あの親近感であったり、あのこう感動が生まれるわけですよね。あ、そのいじめられてる人がね、あの自信を持ってほしいっていうのがあったりするんですけど、もちろん花さんの持論というか伝えたいことというメッセージもあるんですね。人ってそういう良くないところもあるのがむしろ愛されるになる。あのそういう私なんかもいじめられた口なんですけど、今思えばそれってやっぱり目立ってるからもあるんですよね。目立ってたんですか、その時から。目立ちます。目立ちました。私はもう全然今日人と同じようにやらないので。それわざと。いや、もうそうせざるを得ないというか、あのまあ空気読めない人だったんですね。はい、でもそれでなんかいじめられて落ち込んだりっていうことも、もちろん なんかやっぱりそりゃ、なんか無視されたりとか悪く言われたりするのは非常に悲しかったし、はい、嫌だったし、はい、ですけど、あのそりゃそうよって、なんか別のお客様で、そりゃそうよ、だってあなたは唯一無二だもんみたいなことをおっしゃっていただいて、あなたはだってその他の子と会うわけがないんだからっていう、あのまあ、とにかくですね、やっぱりそれぞれやっぱり個性であって、やっぱ個性強いと目立っちゃったりとか、適職に行かないとやっぱりすごいめっちゃ悪く言われることもあるんですけど、だからその個性が輝ける分野もあるんですよ。そうなんですよ。それを見つけられてないだけであって、そう、それを見つけることができたら、そもそも人を輝く可能性、そう、いやもうダイヤの原石なわけですよ。そうです、見られてないだけであって、そうです、場が良ければやっぱりその人の特性を生かすことができれば、私はそういうみんなそれぞれやっぱり可能性があったりとか特性があったりとか、もちろんだからそのみんなに合わせることができるっていう人はそれはそれでいいと思うんですね。私はあんまり個性的じゃなくてって
で全然それは悪いことではないし、すごいいいことなんですよ。強調してやっていく仕事に向いているってことですから、みんないろいろ役割があったり、できることとか得意なこと違って、うん、それでいいし当たり前だし、うん、それをなんか変にね、コンプレックスに思ったりする必要は全くないですよね。自分もなんかすごく自分なんか何もないって思ってた時期もあるんですけれども、今となってはこれだけありがたい恵まれた環境にいて、完璧な人間になったかって言えば全くそんなことはなくて、良くないところもできないところもね、いっぱいあるままなんですけど、いいところを伸ばせたというか生かせてるからうまくいってる。なかなかね、こういいところを伸ばせる人と伸ばせない人ってやっぱいると思うんですけれども、やっぱ自分なんてダメだみたいな、みんなと同じようにできないからそれはもう自分はダメなんだみたいなっていうふうに思っちゃう人もやっぱ多いと思うんですけれども、なんで花さんはこう自分のこう力というか力を発揮できるところを見つけてそれを伸ばすことができたのかっていうのを、何がきっかけだったんですか？何が違ったんですか？1対1だったら私は仕事ができるなっていうのをキャバ嬢時代に学んだんですよね。まあお客さんと1対1になってみたいな。そう、そのこういうことをするべきだぞっていうのが決まっていて、そこに集中すればいいってことだったらできるっていうのが、私が初めて長くも続いた仕事はキャバ嬢で。ほう、はい、あ、それまでもいろんな仕事をしたけど、その時はそんなもんは察しなさいよみたいな空気でわかんだろうみたいな。空気は分かんないんですよ。例えばその仕事をその時できなかった仕事を今やれって言われてもできないって感じですか？まあ、今だったら前よりはできると思うけどやりたくないですね。なるほど。え、例えばどんな仕事が？レジ打ちするとか。ああ、そういうのが。で、そう、でもそのレジ打ちだけだったらいいけど、なんか棚卸しもしなきゃいけない、掃除もしなきゃいけない、そう、ちょっと手が空いたらこういうことやるもんだよみたいな。そっか、じゃあね、同時にいろんなことができないっていう、気をつけなきゃいけない、覚えとかなきゃいけないっていうのは無理で、でキャバ嬢は結構シビアなんですよ。これ遅刻したら15分につきいくら引くよとか。あ、で、他のところだとその辺の罰則みたいのはそこまでないんですよね。ただ注意されて終わりとか。だから空気が読めない人にしたら、どれぐらいの温度で怒ってるのか迷惑かけたのかが分かんないみたいなところもあったり、まあまあ社会経験が少なかったってこともあるんですけど、ね、はい、なんか自分には何もできないとか人に合わせられないとかって思ってる人、うん、でも、うんうんうん、これだけね、できるんです。成功されて、成功するんですよね。もう一つの分野をしっかり極められて、はいはい、でももう人生本当に楽しんで、うん、そう、何が良かったかって、私多分格好つけなかったことが良かったんだと思います。あ、そっか、変に格好つけちゃうとそれがなんか、そう、最初の話に戻るんですけど、あ、こいつはなんか目立ちたがりだなとか、なんかなんだろう、別にかっこよくないなっていうのでいいんですよね。あるがままの自分を、滑舌悪いなとか言われても、はい、すいません、私滑舌悪いですとか、はい、すいません、まとまりなくて計画性なくてすいませんって、別にてへーでいいんすよね。だってみんなそんな、あるじゃないですか。だからなんか性格悪いなとかブスだなとか言われても、あ、ブスですいません、性格悪くてすいません、でも活動続けますみたいな、もう開き直りですよね。うん、中にはだから綺麗って言ってくださる方もいるし、うん、でもそういう風にしてなんか自分を出しちゃうと楽ですよね。うん、かっこつけよう、できもしないことを知ったかぶりするのとかってすごい苦しいじゃないですか。いつボロが出るだろうみたいな、ボロ剥がれ待ちみたいな。辛いっすよ。本人もビクビクしますよね。ビクビクしちゃうから、だから私はこれはできるけどこれはできないんですよとか、私はもうこういう人間なんですよっていうのを出して、なんか私花澤さん好きだっていうので来てくださる人がいるから、私も楽に施術ができるっていうこともあって、
例えば偽りの自分を好きで来てくれるっていうのは、うんうん、またその本人も辛いわけですよ。結構カッコつけてなんかちゃんと伝えようみたいな感じでやって、そうそうそう、だからなんかたまに白衣着ろみたいなこと言われたりするんですけど、あ、なんかコメントあります。そう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 、私白衣嫌いなんですよなんかお医者さんのふりみたいするみたいとか、ちょっとね、移植といえば移植ですけど、そうそうそう、それが、ね、それも差別化なんで、ね、そうなんですよ、うん、だからあんまり人にどう思われるかを恐れないですね。でもなんか、うん、今日もね DVD の撮影いろいろしてました、はいはいその中でやっぱ出てた心の話、うんうんうん、やっぱ心がすごく大事なんですって話はよく知ってるんですか。でもやっぱ根本のところって自分をいかに受け入れて、うん、こう自分自身がまず、ね、自分自身がまず心が健全じゃないとやっぱできないですよね。もうもろに受けちゃうじゃないですか。例えばなんかその鬱だったりとかの人に、うん、自分も鬱だったらなんかダブル鬱みたいななんかこう実際でもそうなんですって、鬱を移るとか言われてるんですけど、それってやっぱりなんか影響力があるんですよ。やっぱりあー俺もダメだーっていう人と、まあ、交わせてたらあーって移るじゃないですか。なんか人間って共感能力あるんで、なんかこう移っちゃうんですよね。でも元気な人が近くにいると、普段うつの人でもちょっと気持ち楽になったりとかあるんですよ。だからこそ私は結構偽らない、偽ってるとやっぱりもうそれこそさっきビクビクするっていうのはありましたけど、そういう状態ではね安定した接客もできないですし、自信持ってね施術もできないですし、お客様のことを体をねこう知ったりとか、うん、やっぱりその感性の話よく出ました、うん、お客様を感じて心を癒すっていう、うんうん、自分自身がまず健康な心を持ってないとできない。でその一番大事なところの一つとしては、うんうん、やっぱり自分を認めるってことで、うん、あるがままをこう自分をまず認めない、自己認識がないことには人を好きになったりとか人を認めることもできないですよね。だって例えば好きになったところで、うん、でもこんな私が思うことって本当に合ってるんだろうかとかなっちゃうじゃないですか。やっぱり私は自分を大事に思ってるぞとか、自分は価値のある人間なんだっていう、どうだからいいじゃなくて、どんな時でも自分はいいって思える、うん、本当に強い根本からの自己肯定が大事で、勉強ができるから自分はいいになっちゃってると、勉強ができなくなった時の自分はもうダメだとか、そうですよ、条件付きですからね。見た目がいい私はいいになっちゃってると、年取ったとかやけどしたとかなんかあって容姿が衰えた、じゃあもう私ダメじゃんみたいななっちゃうので、あ、そっか、何が何でも自分はいいっていうさ、なるほどねそこ難しいところですけど、まずはもう完全に悟ってますよね、その辺なんか、ね、でもそうなれるようになるべく思いたいです。人を愛したいし、自分自身がなんかこうそういう時にこう移ろいやすいような感じだと、なんか生きてる楽しみもないし、ですよ、人を好きにもなれないし、そこまででも本当に思われてる方ってやっぱ少ないと思うんですよね、少数派だと思うんですけれども、やっぱそこまで自分のことを受け入れて自分をこう出して、ね、YouTube でもあんだけこう赤裸々にこうねFacebook をよく見ますけれども、赤裸々にこういろんな、ね、感情とかも出してみたいな、あの、ね、出しちゃった方が怖くないっていうのがあるんですよ。 ある程度悪戦苦闘したんですよ、これでも。そう、私なりに歩み寄りをしようとか、なんか何が大事なのか、何だったら自分がハマるのかとか、できる範囲でやってみようみたいのもあったりして、で高校の終わりぐらいに、まあいいや、もういいやってなったんですよね。高校の終わりって早いですね、私。早いですね。でも自分はもうその悶々とした時間も結構長かったので、まあ、それまでの間に、そうなんです、うん、幼稚園の時からいじめはあったので。そっか、でも逆にそういう時間が、うん、そういう時があったからこその、うん、まあこう、うん、もういいや、
だったわけですよね。そうですね、だからその、うん、なんだろう、バカにしてる人にどう思われたっていいじゃんと思ったんですよね。自分がなんかバカにしてる人に尊敬されて嬉しいかっていう話だったりとか、それだったらやっぱり自分がやりたいことやって、それで、あ、恥ずかしい思いした、悔しい思いした、でもやりたかったんだからいいやってなる方が、なんかやりたくないこと頑張って合わせようとして、それでなんか時間の無駄に終わった時に、なんかものすごい虚しかったりとか、 すごいやり場のない怒りみたいなものとかが出てくるじゃないですか。それのどっちがいいって考えて、あ、じゃあもういいやってなったんですよ。どうせもうその底辺なんだから、もう失うものないじゃんみたいな、どうせバカにされてんだから、もう落ちるところもないやみたいな、この感覚ってめちゃめちゃ強いですね、本当に、うん、でやっちゃうと自信も出てくるんですよ、うん、なんだかんだ言って、なんだいけたじゃん、うん、できたじゃんっていうのがあったり、うん、まあ、もちろんその挫折もいっぱいありますよ、大学入ってからも、うん、なんかいろいろ自分の無力感知ったりとかありますけど、うん、さあでは花さん、そうそう、ちょっとまとめに、はい、あ、すいません、ね、すいません、話がね、どうしようか深いでしょう、申し訳ない、いや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 、はい、はいはい、ということなんですけれども、やっぱ一番伝えたいメッセージとしては、はい、はい、まあ、自分を隠さず、そうですね、はい、まあ、隠したい人は隠していっていいと思うんですけど、うん、隠さない方が楽なんですよ、結果的に、うん、私は今のスタイルになってからの方がお客さんすごい増えましたし、 楽ですね、なんかその、うん、知ってていらしていただいてるので、そのまま、あ、本当に YouTube のままなんですねとか言っていただいて、だから、はい、自分が楽をして、しかも期待に添えることができる、だって YouTube を見てきてるわけだから、YouTube のままであってほしいわけじゃないですか。 YouTube 出してるのもそのままですもんね、うん、そうなんです、私は格好をつけたりとかしないんで、うん、特別なことしてないので、いらしたお客様が、わあ、花澤さんそのまんまだっていう、あ、喋る感じも、うん、顔もそのまんまだってなるんですよね、うん、これなんか修正かけたりとかね、なんかいろいろいじったり頑張ったりっていうことを してると、やっぱボロが出て、うん、あら、なんか動画と違うってなっちゃうので、うんうん、なるべくね、その自分のまんまで出していった方がお客様にとっても嬉しい、うんうん、自分としても楽、うん、本当になんかこう合致する、うん、一番いい形なので、あ、うん、なので私は隠さずにやるというスタイルに落ち着きました。いや、もうすごい素晴らしいお話を、とんでもないです、ありがとうございました。